クルーズ旅行における最悪の展開を思い浮かべてみてほしい。例えば座礁、遭難、沈没。まさかそれらに並んでポリ袋に用を足すこと、など誰しも頭をよぎることすらないだろう。だが豪華なクルーズ船カーニバルトライアンフ号に乗っていた3000人以上には、これが現実のものとなってしまった。眼前に広がるのは汚れた壁、甲板のテント村、そして食料をめぐる喧嘩。こうしてこの船は地獄のクルーズ、として、その悪名を轟かせることになったんだ。カーニバルトライアンフ号はカーニバルクルーズライン社が誇る大型クルーズ船だった。どれくらい大きいの？船の全長は270メートルの13階建てで、総面積はサッカーコート3面分にも相当し、4つのプールと7個のジャグジー、さらに巨大なカジノ施設もあり、乗客たちに特別なバケーションを提供できる存在だったんだ。すんごい豪華だね。船の中で何日も楽しめるのは間違いない。そう。本来ならこのクルージングは乗客にとって楽しい記憶として刻まれるはずだったが、今回の事故以来、人々がこの船の名を聞いて思い出すものはそんな楽しげな印象とはかけ離れたものになってしまう。一体何が？2013年2月7日、カーニバルトライアンフ号は、アメリカのテキサス州にある都市ガルベストンからメキシコ湾へ向けて4日間の旅を開始した。この日、荒天に見舞われた船の中では、多くの乗客が夜遅くまで催されたパーティーで非日常体験を味わい、様々なエンターテインメントや豪華なビュッフェなどが彼らの船旅を彩っていたんだ。羨ましい、乗っているだけでもすごい楽しそうだけど、このクルージングの目玉は何だったのかな？それはスキューバダイビングなどで有名なメキシコの島コスメルでの観光だったぞ。ここは青い海が広がる美しい場所で、乗客たちは昼間に美しい海で遊んだりショッピングを楽しみ、夜には船に戻り再びまるでお祭り騒ぎをするかのように、船内でのエンターテイメントを楽しむ予定だった。いいなぁ。私もいつかこういう旅をしてみたいものだよ。しかし今回のクルージングでは、そんな期待と興奮は最悪な形で裏切られることになってしまう。ことが起きたのは、コスメルからガルベストンへ戻る途中の2月10日の早朝5時半頃、多くの乗客が眠りについている中、突如として船内から、アルファチーム、アルファチーム、と、無機質な警報音が響き渡ったぞ。アルファチーム？これはカーニバル社の船が乗組員たちに火災などの緊急事態が発生したことを伝えるコードで、この警報を聞いて飛び起きた乗客たちは瞬く間に恐怖に支配されていったという。いきなりそんなのが鳴ったら、さすがに誰もが何かが起きたと察知しちゃうよね。ああ。そしてこういった事態が起きたのならば、乗客たちが不安を拭うために状況を把握しようとするのは当然のこと。そこで1、2階の乗客たちが部屋の扉を開けると、なんとそこには真っ白な煙が立ち込めていたんだ。え、もう？この様子を見た乗客は一瞬でパニックに陥り、早朝にもかかわらずライフジャケットを片手に、家族や友人を探すべく船内を駆け回ったぞ。そうして彼ら彼女らが甲板に出ると、なんと最上階に設置された煙突から黒煙が立ち上っていたんだ。乗客たちはアルファチームの警報が鳴り続けていたため、すぐさま避難場所へ向かおうとしていたものの、乗組員や船内放送から詳細な情報や指示がなかったため、時間が経つにつれ不安と混乱はどんどんと増していった。全く説明なし？一応放送で、落ち着いて行動するように、というアナウンスだけあったものの、火災の規模やそれによる影響などの情報は一切なかったため、乗客は自分たちがどれだけ安全なのかわからなかったんだ。把握できてないものほど怖いものはない？そして少し時が経過してようやく、エンジンルームにて非常事態が発生しましたが、現在は収束に向かっております。ですので避難場所に行く必要はありません。部屋にお戻りくださいますようお願いします。と、火災の状況と次の指示が伝えられたぞ。なんとか問題はなさそうだね。が、しかし、この放送の直後に船の照明がちらついたと思ったら、突如として船内は真っ暗になり、船の中は緊急用の最低限の明かりだけが灯っている状態に。そして火災発生から30分が経過した早朝6時頃、自動消火装置によって火災は鎮火した、と放送が入り、船内にようやく一時的な安堵の瞬間が訪れたんだ。一時的っていうのが意味深すぎる。霊夢の予想通りで、なんとこの後、乗客たちにはある絶望が襲いかかることになった。
何が起きたの？というのも、火災の影響で船の電力を失ってしまったため、動力システムも動かなくなってしまったので、3143名の乗客と約1100名のスタッフたちは、メキシコ湾に立ち往生することになったんだ。どうするの？だが解決策がないわけでもなかった。というのも、2隻のタグボートがカーニバルトライアンフ号を曳航すべく出発していたんだ。そのため乗組員からは、2日後の火曜日にはメキシコのプログレソ港に到着できます。と告げられ、乗客たちはこの言葉を聞いて安堵し、身につけていたライフジャケットを脱ぎ始めた。よかった。だがこの時彼らは思いもしなかったであろう。再び陸地にたどり着くまでに要する時間は、2日だけでは済まされないことなど。え。でもまあ電気が使えないのは不便だけど、これだけの船なら最低限の生活は問題ないでしょ。乗客たちもまさにそのように楽観的に考えていたようだが、状況はそれほど単純なことではないと気づくのに時間はかからなかった。というのも乗客たちは、火災後すぐにさらなる異変を発見したんだ。何？それは事故発生日の日中には、電力が失われているため空調や給水システム、エレベーターなどの設備はもちろんのこと、排水機能までもが止まっている状態だったということ。排水って、催した時はどうすればいいの？真っ先にそれが頭をよぎるよな。だがこの疑問を解決する一本のアナウンスが船内を駆け巡り、それを聞いた乗客たちの表情はたちまち青ざめていくことになったんだ。その放送はクルーズディレクターからで、皆様にバイオハザードバッグ、つまり赤い袋を配布いたしますので、大きい用があればそちらに済ませていただき、廊下にあるゴミ箱に捨ててください。また小さい方の場合はシャワールームの中で済ませてください。とのことだった。つまり大きい場合はその袋に入れて、小さい方はシャワールームの排水口に流してってこと？ああ。この放送があった時点で船内のトイレは水が流れなくなっており、これはやむを得ない選択だったのだろう。しかし当然この赤い排泄袋は乗客たちに大きな衝撃を与えたのは言うまでもない。このような事態にあまりのショックを受けたある乗客は、みんなが赤い袋に入れてそれを廊下に投げ捨てていました。本当にショックで、私は絶対にこんな袋は使いたくないって思いました。と、後のインタビューで語った。最悪な状況だけど、まだトイレが逆流してないだけマシなのかも。そうだったらよかったのだがな。まさか。実はこの時カーニバルトライアンフ号は、火災によってスタビライザー、つまり船が安定して航行をできるようにする装置も損傷していた。そのため船は波風に揺られて大きく傾いており、乗客たちは壁にしがみつきでもしなければまともに立つことも困難なほどだったんだ。ということは、さっきの話と合わせると最悪な展開が予想できるんだけど。そう。排水システムの故障とこの揺れによって、使用済みの水や排泄物がトイレから溢れ出してしまい、さらに廊下に流れ出てしまったそれらは、船が揺れるたびに壁や床をどんどんと汚染していくことに。それだけでなく、赤い袋に捨てられていたものも飛び出してしまうことがあり、廊下一面はより深刻な状況になったり、浴室の排水口の位置によっては逆流が凄まじく、客室内に溢れ部屋のカーペットに染み込んでいったという。衛生面が最悪すぎる結果に、こんな状態であと2日もどこで寝ればいいっていうの？悪臭と室温上昇のため、乗客たちが客室に居続けることすら困難だった。そこで彼ら彼女らはマットレスを部屋の外のデッキへと移動させ、少しでもこの悪夢のような状況から逃れようとしたぞ。豪華客船の旅のはずが。なおこの惨事にはメディアもすぐ反応し、現場の状況をカメラに収めるべく、船の上空には何台ものヘリコプターが飛んでいたという。そしてほどなくしてニュース番組では、甲板にシーツやタオルやバスローブを用いて仮設ベッドが作り出される光景が映し出される。これが後に有名になるテント村、だった。皮肉すぎるでしょ。こうして乗客たちは電気も空調もなければ食事や水も少ない。さらにトイレは機能しないという不衛生な船の上での時間を過ごすことになり、次第にその不満は爆発寸前まで募っていったんだ。逆にこの状態で問題ない、とかいう人がいたら、それはそれでやばい。この状況をなんとかしないといけないと思ったカーニバル社は、ある大胆な打開策を打ち出すことに。が、しかし、これがさらにひどい状況を招くなど、乗組員たちはまだこの時知る由もなかった。一体何をしたの？
それはなんと無料でビールとワインを提供するオープンバーを開催することだったぞ。もうお酒でも飲んでないとやってられないって人いそうだし、別にいいアイディアなんじゃないの？確かに一時はストレス解消になるかもしれないが、結果的にはこの策は逆に状況を切迫させることになる。このサービスは日曜日の午後から始まったのだが、まず乗客の何人かがひどく酔っ払って騒ぎ始め、さらに海に物を投げたり、ただでさえ汚れているトイレをさらに汚したりしてしまったんだ。しかもよく考えたらお酒飲んだら、トイレも近くなるし散々だったってことか。なんとか救助までの間、乗客の人たちに少しでも気分よく過ごしてもらおうとしたんだろうけどね。だろうな。なんといっても楽しいはずの船旅がオブツクルーズ、という地獄の旅になり果てたのだから。そういえば曳航するためのタグボートはいつになったら到着するんだろう？二隻は事故発生から二日後の火曜日の朝、ついにカーニバルトライアンフ号の元へと到着。しかし乗客がほっとしたこのタイミングで、またもや衝撃の事実が発覚したぞ。次は何？というのも、クルーズ船はこの2日間で北に約145キロも流されてしまっており、もともと計画されていたメキシコのプログレソ港から遠く離れてしまっていたんだ。天国からの地獄パターン。そのためこの重量がある船をアメリカのアマバラ州モービルまで曳航することになったぞ。ちなみにそこまではあとどれくらいかかるの？予定されていた日数を最低でも2日延長する必要があった。強いて言わないといえばアメリカに寄港することで、パスポートを持っていない900名の乗客は入国が容易になる点だ。もともとメキシコに行く予定だったのに？それについてはアメリカ独自の制度と、この旅がクローズドループクルーズ、であることが関係している。このクローズドループクルーズでは、アメリカの港から外国を経由して再びアメリカへ戻る場合、パスポートがなくても身分証明書があれば簡略的な入国手続きができるようになっているんだ。そんな制度があるんだ。とは言っても、さらにここから延長となると健康被害も出てきそう。まさにその通りで、ある乗客の命が危険にさらされることになってしまったんだ。どんな状態に？乗客の中には息子と孫に招待してもらって、4人でこのクルーズに参加していたある夫婦がいたのだが、旦那さんは足が不自由かつ糖尿病を抱えており、さらに奥さんはパーキンソン病を患っていたんだ。しかし楽しかったのは火災が起きるまでの2日間だけで、それからは十分な水がないため薬を服用できないばかりか。船が大きく傾いたり滑る階段を使用しなければならないため、足が悪い旦那さんは転倒してしまっていたという。せっかくのプレゼントが。だがこの夫婦以上に危機的な女性客がいた。彼女は透析が必要な状態だったため、この長引く2日という時間が命に関わってしまうんだ。でも船は自力では動けないし一体どうするの？そこで急遽沿岸警備隊が出動し、彼女は先にクルーズ船から救助された2人のうちの1名になった。なおこの女性は、船を降りるとき、私はロープに縛られた状態で内心とても不安に思っていました。でも沿岸警備隊の人たちが、心配しないで、私たちが支えますから、と言ってくれたんです。そして私は先にコスメルに送ってもらうことになり、火曜日に透析を受けることができました。と、後のインタビューで語っている。無事だったんだね。あれ？でも確かさっき先に船を降りたのは2名って。ああ、詳細は不明なのだがある乗客の持病が悪化し、緊急であると判断され別の船へ移されたという。でもこの2名の方たち以外はまだまだこの試練が続いたってことだよね？そうだ。ただ身体的に重大な影響がなくとも、精神的に大きなダメージを負った人も多く、その原因はやはりトイレが使用できないことだった。実際にある乗客は、一番の問題はトイレが使えないことでした。あの赤い袋だけが唯一の排泄手段だったんです。と、あの悪臭といろんなものが混ざった床の感触が未だに鮮明に記憶に残っているという。さらに時間が経過するにつれ、食料も底をつき始めてしまった。そのため乗客たちは冷たい玉ねぎとキュウリが挟まったサンドイッチのために、列を作って何時間も待つような状態だったという。3000人以上に配るってなるとね。しかも食料をめぐっての喧嘩も勃発しており、ある乗客はこの光景を見て、ハンガーゲームさながらでした。と語った。食べ物を運んできてくれる船はなかったのかな？実はこの時カーニバル社はエレーション号、コンクエスト号、レジェント号で物資を届けに行っていたのだが、
毎秒18メートル以上の強風と高さ約2メートルにも達する荒れた海が、これら3隻の到着を遅らせることになってしまったんだ。となるともういち早く港に着くのを祈るしかないって感じか。だがここでまたしても、乗客たちを絶望へと叩き落とす事態が起きてしまったぞ。次は一体何なの？それは曳航していたタグボートの件だ。というのも、カーニバルトライアンフ号の巨大な船体に対し、明らかにこの2隻のボートでは力不足は否めず、船を引っ張って進む速度はわずか時速8キロだった。仕方ないとはいえジョギングレベルだと考えると、さらにこれだけの重量のものを引っ張る中で、何度も牽引用のロープが切れてしまい、一体いつになったら港に着くのか、本当に予定している日数で到着するのか怪しい状態だったぞ。なおこの船の様子を24時間体制で報道していたニュースメディアは、カーニバルトライアンフ号の前途多難な旅路を、漂うペトリザラ、と呼んだ。ペトリザラって細菌とかを培養するための容器だよね。確かに衛生面はかなり悪い状態だったと思うけど、テント村に続いて乗客の方々が聞いたら気を悪くするであろう比喩表現だな。そのテント村、つまり甲板に持ち出した寝床は火災発生から3日後、物資や機材を乗せたヘリコプターの着陸場所を確保するため解体されることになったぞ。ついに食料が。ああ、また機材は主に発電機のことで、これが到着したことによって、乗客たちには温かい食事を食べられるという希望が生まれた。さらにこの頃になると、乗組員たちの緊急対応の甲斐があって、河川内の一部の機能が回復し始めており、乗客たちは外部との連絡を取ったり情報を得るため、こぞって携帯電話を充電したという。そうか。充電が切れてご家族や友人と連絡が取れてない人も多くいたのか。ああ。ただその電力などはまだまだ心もとなく、実際にある女性は、みんな船を壊してしまうんじゃないかというくらいの勢いでこぞって充電をしていたため、45時間かけてようやく携帯が少しだけ充電でき、家族と連絡できるチャンスが訪れたんです。ただ唯一電波が入ったのは他のクルーズ船が近くを通った時だけでした。と、後日に当時の状況を振り返ったぞ。また、一方でモービル港では乗客のことを心配する家族や友達が到着するのを待ちわびており、船に乗っていた娘から連絡を受けた母親は、娘が本当に最悪な状態、と言っていました。船から降りたら精神的に休まないと無理だと思う、と伝えられたという。それだけ過酷な状況だってことだよね。ちなみに最終的にいつ港に到着したの？カーニバルトライアンフ号が港の存在を確認したのは、追加のタグボートが合流してから2日後の16時頃。ただこの船はモービル港に寄港した中で史上最大のクルーズ船ということもあり慎重な操船が必要で、完全に港に入るまでに6時間もの時間がかかったぞ。ということは22時ってことか。乗客の方々は地面が待ち遠しくて仕方なかっただろうね。しかし下船した後にも乗客にはさらなる問題が待ち受けていたんだ。これ以上はもうなくない？港ではカーニバル社の CEO である A が待っていた。彼は困難な状況下にありながら、少しでも乗客が快適に過ごせるよう尽力した乗組員たちを称えるとともに、船内の状況が非常に悪かったこと、そして皆様にそれを強いてしまったことを深くお詫び申し上げます。我々は最高の休日を提供することを目的としておりますが、今回は大きく異なる結果を招いてしまいました、と、その場にいた全員に謝罪をしたぞ。 CEO 自らちゃんと出てきて謝ったんだね。となると船を降りた後の問題っていうのは一体何？それはクルージングチケットの裏に、船の故障などにより予定された航海ができなかった場合、カーニバル社はその航海をキャンセルすることができ、事前に支払っていただいた料金の返済義務を負いません、という明記がされていたことだ。クルージングなんてめちゃくちゃ高いだろうし、それは確かに大問題。ただこれに対し A は乗客全員に500ドルと帰りの飛行機代、船内で使用した費用を含めたクルーズ代の全額返金、さらに次回のクルージングの無料チケットを提供した。おお、これはなかなかない展開では？と、私たちのように、実際にこの地獄のような船旅を経験していない人から見ればそう思えるのだろうが、陸に着いてから数時間もしないうちに、多くの乗客が相次いで訴訟を起こしたんだ。さすがに怒りが収まらなかったか。ただ現実には乗客が賠償を求めても、
実際に何かしら身体的な負傷などをしていなければ、賠償金を受け取れる可能性は低かった。そのため最終的にカーニバル社が支払った賠償金額は、病院などの医療費が発生した27名の乗客に対して、合計118,500ドルだったそうだ。1500万円以上か。とはいえひとまず解決したってことだよね。と、行きたいところなのだが、カーニバルトライアンフ号の不運はまだ終わらなかった。え？というのも、モービル港で修理のため停泊している最中、突然ロープが切れてモービル側を漂い始めてしまい、川底の堆積物を除去する浚渫船と衝突してしまったんだ。しかもこの結果として、あるタグボートがクルーズ船と浚渫船の間に挟まれてしまい、タグボートに乗っていた1名が命を落とし、もう1名が負傷してしまった。まさかボートの人が亡くなるとは。そういえばだけど、そもそもなんでカーニバルトライアンフ号で火災が発生したの？そこには誠実な対応をしたように見えたカーニバル社には、ある問題が隠されていたんだ。一体何が？カーニバル社は今回の事故原因について、エンジンルームで燃料漏れが起き、それが火災を引き起こしました。と主張したのだが、大衆はこの事故の背後には過失があると感じていた。なんで？というのも、実はこの会社のグループではここ2年の間に燃料供給用のホースや配管といった、フレキシブル燃料ラインに関する燃料漏れ事故が9件も発生していたんだ。2、3ヶ月に一度のペースだね。ああ、そのため今回の事故発生の約1ヶ月前になる2013年1月、会社側はディーゼルエンジンにフレキシブル燃料ラインを使用している場合、すべての船においてスプレーシールドを設置するよう指示したぞ。何それ？スプレーシールドは燃料が漏れた際、エンジンルーム内でその燃料が飛散しないよう保護するものだ。つまり火災発生時の安全対策をしろってことだね。そうだ。そしてこの設置期限を2ヶ月後の3月に設定していたのだが、カーニバルトライアンフ号は事故発生の2月時点でまだシールドは取り付けられていなかった。でもそれなら設置期間中に起きてしまった不運な事故だったってことじゃないの？実はそうではない。というのも、事故調査をした結果、この船には元からシールドを設置する予定がなかったんだ。は？この理由は、火災の原因となった燃料ホースがエンジンルームの床下に配置されていたことから、この床自体がシールドの代わりとなって燃料飛散や引火を防ぐ役割をすると考えていたためだった。なるほど。でも結果としてそれでは不十分だったってことか。だがこれ以外にもカーニバルトライアンフ号はもう一つの問題を抱えており、それが世間に明るみに出たことによってカーニバル社は、火災の可能性を知っていたはずだ。と責任追及されることになる。危険性を把握してたってこと？そうだ。もちろん直接的な火災の原因は先ほど伝えたようにシールド問題なのだが、実は会社は今回の船の発電機がメンテナンスの時期を迎えているにもかかわらず、それをおろそかにした状態で出航してしまっていたんだ。確かにそれが知られちゃったら、避難の的になるのは仕方ないかもな。なお今回の事故を受けカーニバル社は、1億1500万ドルを投じて船を清掃修理。さらに再発防止のために新しい対策を講じ、4ヶ月後にカーニバルトライアンフ号の運航を再開した。さらに2019年には2億ドルをかけた大規模改修も実施され、船名をサンライズ、と改名して今でも豪華な船の旅を提供している。もうあの赤い袋やハンガーゲームのようなサバイバル体験が、二度と起きないことを祈るばかりだよ。さて今日はこの辺で終了しようと思う。ご視聴ありがとうございました。